って書いてはい、畳式部。なるほど、はい、そういう意味があったんですね。今もう全部 IC カードでね、見てやっちゃうんですけど、そうね、じゃあもう IC カードってことしてましょうね。うんうん、はい、はい、というわけで、思い出のプレゼントとして、恋の片道、IC カード、IC カードで、はい、今回も何曲かでクイズのをいただきますので、